理科も素直でグイグイいける性格、少しだけ羨ましいわ。期間限定のカップ麺か、買ってしまっても良いでしょうか。ベレットって潜るのが大好きなんだけど、うちの子服の中にも潜っちゃうのよね。はるなちゃんがまたお勉強会するって。そうだ、ノートに折り紙の雲挟んじゃおーっと。